バラックは本来は中屯兵のための細長い宿舎のこと。展示で空地や災害後の焼け跡などに建設される仮設の建築物のこと。日本において通常の建築物は構造的に数十年以上持たせる前提で設計され、材料を選び十分な基礎工事を行うなどして建てられる。しかしバラックは当面の間に合わせであり、 材料も上質なものは用いず、簡易な構造で作られる。日本では困窮した人々が、空き地などに建てた、小屋程度の住居を、このように呼ぶことがある。河原などにホームレスなどが作る、テント小屋やダンボールハウスも、同様に呼ばれることもあるという。日本では、関東大震災等の天災や東京大空襲、等の絨毯爆撃を受けた後、途端にあり合わせの木材、 破壊されなかった建築物を組み合わせ、ウロをしのぐ程度のバラックが大量に建てられた。これらは震災、戦災後という非常事態に対し、応急的に発生したバラック建てであった。関東大震災後には、市街地建築物法の規定に従った建築を行っていては住居の供給が間に合わないため、特別立法により、基準を満たさない建築物でも建てることが認められた。 これらの多くは小規模な住居、店舗だったが中には築地小劇場のような比較的大きなものも建造された。こうした中でコ今ジローらがバラック装飾者を設立し商店などのバラック建築を賑やかにデザインして街を彩った。バラック例は期間限定の放棄であったため期限満了後は補強を行って本建築並みの基準を満たすか。 または取り壊して建て直す必要があった。第二次世界大戦の終戦後には、外地からの引き上げ者も多く、建物疎開後の空き地などの土地に不法に建てられたバラックが多数に上った。いろいろな町で興業された闇市の商店も、その一つである。闇市から発展したアメ横、秋葉原電気街、新宿ゴールデン街などの店舗の中には、当時のバラックを思わせるような、 狭い間口で奥行きのない店が見られる。ありがとうございます。